緊張する。深呼吸。おはようございます、皆さん。これから出席を取ります。次、芹沢エマさん。芹沢さん、本日の具合はどうですか？特に普通です。わかりました。では次。以上、ホームルームを終了します。初めて出会った時からずっとそうだよね。私だってそうだよ。エマさんに笑顔を向けられるだけで幸せな気持ちになるんだから。大丈夫？怪我はない？ここは私が片付けるから、あなたは授業に戻って。手を切らないようにしないと。仕方ない、そっと拾うしかない。素手で拾うと危ないですから、
これを使ってください。でもこれ早くしないと気づかれますよ。エマさん、気遣ってるんだ。ありがとう。それに、お礼を言うなら私じゃなくて。ううん、なんでもないわ。それより、試験管の扱いには気をつけてね。いい返事です。それじゃあ、私ちょっと用事があるから、また後でね。芹沢さん、どうしましたか？ハンカチ、ありがとう。気にしなくていいですよ。先生、ご用はそれだけですか？要件、あ、そうだ、今日一緒に料理を作る約束していたでしょ。そういえばそうでしたね。何を作るか決めた？そのお話今ここでするんですか？あ、やっぱりまずいかな。和食がいいです。最初に作ってもらったぶり大根、美味しかったので。うんうん、じゃあ買い物は私に任せてね。楽しみにしていますね。どうしたの？うん、絶対食べなくちゃ。ねえ、芹沢さんも。あれ？もうすぐにいなくなっちゃうんだから。でも、ちょっと待って。
さん、もしかして焼きもち焼いてる？やばい、顔が熱くなってきた。